8月2日6時28分でございます。片付けます。はい、おはようございます。サロマ湖からおはようございます。北海道1週間目になりました。今のところ体の方はまだまだ元気でございます。あと1ヶ月ぐらいいけんじゃねえかなっていう感じです。今日の予定なんですけど、一応ですね、網走監獄まで、こっちですね、網走監獄までひとっ走り行っていきたいと思います。あと昨日の夜から何も食ってないので、美味しい海鮮丼を食べます。私、確実に絶対にということで、北海道7日目スタート。うっ、朝飯成功までございます。はい、の鳥岬に着きました。いや、遠かったね。遠くはないか。奥にはですね、ピントが合わないけど、あそこに行ってみたいと思います。のとろ岬でした。のとろ、ロロ貝塚館でございます。網走にあります。行ってきます。めっちゃすごいっすよ、マジで。これめっちゃすげすごい。やっぱ貝塚には歴史がかなりねありますね。すっげえ、すっげえ、マジで。はい、モヨロ貝塚館、もうほんと素晴らしいクオリティでした、マジで。もう素晴らしい、もうそれに尽きる。もう資料がもうめっちゃ貴重な資料いっぱいあるし、めっちゃ綺麗だし、もう素晴らしいよ。値段も安いしと、はい、もう大満足です。網走最高っすね。まあ、ということでですね、もうちょっとですね深掘りしたかったんですけど、ちょっと時間もないんで、はい、今からですね、まずコインランドリー行って、でそれからあれです、飯を食べましょう。美味しいもの食べよう。うん、ということでまた出たいと思います。コインランドリーで洗濯します。肉を食べるぞ。はい、牛サカリランチ人気ナンバーワン。こちらですね、オホーツク、流氷館に突撃したいと思います。お母さん、流氷テラス、クリーム、ホ
つかソフトクリームなんですけど、青いのが塩です。はい、現在ですね、シャリーマッチのですね、鶴橋にいます。ちょっとかなり疲れが溜まってきたんで、チョコレートでちょっと体力回復します。うわ疲れたな。このぐらいの距離は全然問題なかったんですけど、やっぱ疲れが溜まってきてるみたいですね。今日はちょっと知床半島でレアエッジがあるんで、そこで一泊します。はい、ということで知床に着きました。ソーラーパネル疲れた。はい、知床野営場でございます。400円でかなりですね、お安くて素晴らしい野営場です。日本一周中ですね、来ました。で、外国人のヒッチハイカー、ヒッチとストリーマーでもあるヒッチとですね、クマと一緒に戦ったという思い出があるんですけど、もうやり合ったからね、クマと。もう実際本当にクマと出会ったんで、こう本当ヒグマの生息地なんで、ね、知床は。はい、まあちっちゃいクマだったんですけどね。いや、懐かしいな。いや、4年ぶりかな。まあいいか、ちょっと設営したいと思います。はい、お疲れ様です。16時でございます。尋常じゃないくらい暑いです、マジで。風がないんで、マジでやばいっす。虫風呂座ってんとの中。ああ、疲れた。やべえ。もう疲れた。一歩も動きたくねえけど。飯食わねえと。温泉に入ります。はい、ということで、温泉の方上がりました。気持ちよかったです。現在は5時ですね。5時になりました。それとですね、ちょっと今回ですね、お金使いすぎちゃったですね。ちょっと博物館やら、漂流館とかいろいろ行ったりアイス食べちゃったりと、ちょっとお金使いすぎちゃったんで、ちょっとここから、しっかりと極貧生活やって、節約を、ですね、節約をね、しっかりして、旅の方をね、楽しみたいと思います。欲望をですね、パージしてしまいました。欲望の武装解除をしてしまいました。やってしまった。風呂上がりに缶ビール置いたんだもん、自販機に。飲んじゃうだろう、罠だよ。知床の罠だよ、あれは。まあということでですね、今日の晩飯でございます。ビッグチリトメトです。これから本気になって、節約生活を頑張っていきます。今晩はですね、ビッグチリトメイトを送って早く寝たいと思います。明日から節約生活始めると、北海道7日目終了でございます。お疲れ様です。